Mixes each bin as a scoop. すごいな。チェックがだいぶ厳しいです。ここ。いろいろリペアキットがいっぱいある。で、ここもレンタル。これが今回のソリだ。おお。朝8時今日の天気が良ければ行けるはず。ブリーフィング。And we're gonna make sure that everybody stays above. すごいこれ。全く分かんない。You know, you can't like rub that doesn't affect the gate. Oh, there's a knot here. What is this for? Right here?And a lot of that has to do with when we're setting up the tent. One, to dig in the parachutes. ここまでしかないですね、後ろがね。止まれなかったら止まって、止まれなかったら帰ってくるところ。Thanks。夜の10時、これから出ます。暑い。だいたい35キロ今40キロぐらい背負ってるんですかね。リバックと今が3時、夜中の3時です。昼じゃない、すげえかっこいい。あれはアラスカ3番目の山みたいです。今日は6時間半、今朝の6時半、夜の12時に出て、ね、キャンプ1に着きました。すげえ深い。何気なくクレパスがありますね。ここも多分そう。このライン。おお。到着。荷物が重いのだけが。でなりの。クレパスだらけなので、あの長い竹竿でぶっ刺して、下がちゃんと固まってるか見ると。今回、全部荷物を持っていくというのが。だいぶ初日で来てるな。行けるかな、これ。何を？あ、食器？あ、いい。お疲れ様ですか。お疲れ様です。あの、僕はビデオなんですけど、いいですか。はい、おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。キリアン・ジョネに続く。あ、そうですね。はい、最後もライブ。あ、ここにすいません、いいですかね。いっぱい書いてありますね。じゃあ、失礼します。すいません、申し訳ございません。
はい、ありがとうございます。やったね。すいません、登頂日和だ今日は。今日はでも昨日の夜本当出発するはずだったんだけども、ガイドさんが一人インフルエンザか何かで体調が悪いってことで出発が延びまして、今日の夜、今が夜の8時。今日は一日ずっと寝てた。昨日から寝てた。超回復。これを今埋めようとしてます。結構今これを貼るってこと。8時、天界みたいな空の色してる。しんどすぎる。はーい、55。着きました。キャンプ2。夜の8時40分。で、キャンプ2で何？今から、今日は久々朝出発、6時半。今からこの前、埋めたデポを下に取りに行きます。今日はソリソイマー、こんな感じ、みんなこんな感じだと。デラリ初の昼行動なんですけど、暑い。クキャリー終えました。明日はあっちに登って、多分あっちにバックキャリーしに行きます。明日は今日は上にまたキャッシュしに行きます。荷物を。キャンプ3はもうすぐ、デポポイントももうすぐです。今日は帰ってあと寝るだけ。明日はここを素通りしてキャンプ3まで。あれはキャンプ2です。今日はキャンプ4、3だと思ってたんですけど、今度4みたいに行きます。荷物をまたたくさん背負ってますね。あっち、あっち、あっち、あっち。今デポポイントまで到着。もうちょいでキャンプ2？ いやね、3だ。いや、4？ 自分は3だと思ってたんですけど、どうやら4らしい。キャンプに着いた。すげえ綺麗。やばい。今日はバックキャリー。やべ、なんか、はい、あ、じゃあお吸い物。日本配給がこれ、もし食べなかったら捨てるってことで。なんも見えなくなっちゃった。でもこれでも夜の11時。今日は1日レスト。あ、そう。あのさ、突然すいませんけど、お疲れ様です。あの以前倉岡さんを紹介していただいた、あの富士山で、でエベレストを先月登ってきまして。あ、そうですか。ここが6個目のセブンサミットで。あ、なるほど。そうなんです。熊田さん、あのこれビデオなんですけど、いいですかね。あのもうきっかけなんで。いやいやいやエベレストの、あ、本当に倉岡さんご紹介していただいた。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日はフィックスロープトレーニングかな。本当は今日のはずだったけど、ガイドさんが疲れてるのか、明日に。行けなくなりました。とにかくコームダウンしろと。落ち着けと。
2日間のレストの後、今日はキャンプ4のあの上の手前まで荷物をキャッシュしに行きます。渋滞中、エベレストがこれじゃなくてよかった。Yeah, from Poland, ne? Yeah, yes. Ah, what's your name? Adam. Adam? My name is Derek. Derek. Makoto. Makoto? Yes. Nice to meet you. 山っぽいな、これ。行け。これで風邪ひくな。あ、冷たい。今日は快晴。上ももう登頂日和、みんなまあ登ってるわけ。明日登頂できるかな。天気とその他要因が合えば明日登頂。すごい、天空の城だな。後ろ向くとすごいっす。すげえ綺麗。やべえ、すげえ天空だ。やばい綺麗さ、この綺麗さ、多分これならビデオでも伝わるんじゃないか。あれですか、あれデナリパス。わお、ひゅひょー、すげえ、なんじゃこりゃ。テント作りました、テント。今日は登頂日和だったんですけど、うちのガイドさんたちが疲れちゃったということで登頂してません、まだ。本来今日登頂の予定だったんですけども、風が強すぎてキャンセルになりました。結構見てわかると思うんですけど、雲が流れてるんで。ついに登頂日、絶好。さあ今日はついに登頂日、登頂日。しかも近い、もうあそこですよ。エベレストのベースキャンプから ABC に行くより断然近い。エベレストとベースキャンプから ABC は20キロ、ここは5キロということです。ネクストキャンプに行くようなもんですね。おーい、ナイスデイですね。いわゆるデナリの、ここはフットボールフィールド、フットボールフィールドです。今この明るさで、今何時だ、6時です。あとちょっとで頂上です。これすごいな、ムフラ。最高の天気の中、登頂です。でなり、最高の天気。登頂。ということで、これからやりましょう。待ってください。このぐらいの距離で大丈夫？はい、はい。だわだわ。ちょっと待ってね。はい。ナイス、よし、ナイス。あと1個、はい。ありがとうございます。ちょっともう一回かけてください。これは置いといて、僕のカメラ。やべえぞ、着いたぞ。ま、
いやよかった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 。疲れた。ゴー。すげえ雲だな。なんだあの雲。いやでもよかった。本当に運が良かった。宇宙行くぞ。宇宙。宇宙行くぞ。よっしゃ。もう行くぞこれから。本気で。キャンプ4が見えました。14時間ぐらいかな。これを掛け替えがあるからすごいなかなか時間が渋滞してます。すげえ月だあれは多分。1時19分、1時19分、11時に多分出たからお昼の14時間かな。14時間15分ぐらいの工程でした。すっごく綺麗な山ですけど、やっぱりエベレストの方が全然大変ですね。着いた、はあ、みんな登頂じゃないかなこれ。今日登った全チーム。さて今日これから下ります。ゴー。熱い。めっちゃ熱い。キャンプ3に到着。埋めてた荷物をさらに積み込んで下に行きます。ここからはソリを引いて、いやソリ、すげえ綺麗な景色。あーすげえ綺麗。めっちゃ綺麗な。めっちゃ綺麗だよ。この後ろにはソリがあんなコントになってます。犬ソリですよこれ。犬。昨日アタックで山頂登頂成功。そして今日は24時間でベースキャンプまで降ります。デナリの楽しみの一つ。うわこれは本当にやばいね。うわなんだこれ。うーわーやばいだろこれ。これは圧巻すぎる。地球を感じる。すごいなこれ本当に。いや地球、地球、地球じゃない。うわはあやばい。本当やばいっす。やばい。地球さもうなんだこの青。うわー出ないよ。青と赤が、あすごい。やばい。登頂してこれはやばいよ。すごい神様からの贈り物だな。火星に行こう。はい下のキャンプまで一気に行きます。いやーいいや。ありがとうございます。ありがとうございます。誓います。今後再スタート。太陽に誓って火星オリンポスへ。火星のようだ。今日はキャンプ2までかな。ベースキャンプまでっていうことだったんですけど。今日はここで寝ます。なんだなんだ、あれ人が降りてきた。どうやらヘリで降りてきた方はゴミを収集に来たレンジャーの方だったみたいです。今日の朝一について本当は24時間プッシュだっ
ったはずなんですけど、キャンプ2で待機しました。え、どこ今どこやるの？上から。え？シャーって言いますよ今。すごかった。え、わかんない。どこ今も？そう。切れ目がね、もう綺麗に あそこ全部流れるの。全部流れる。11時出発です。寒くなってからじゃないとクレパスにガンガン落ちてしまう。こう隠れたヒドンクレパスというのがあるみたいで、3週間前に4人一気に落ちて、18時間スタック、18時間クレパスに落ち続けてたっていう話なんで、こうやって調整しています。前を向いてたるまないように。クレパスがぱっくり開いてる。息に上がったところにぱっくり開いてます。メガネがデポポイントが行方不明になったと思ったら奇跡的に発見されてしまった。ああ生き残っていました。こういうのとかね、やっぱり天性のメガネ屋みたいです。一番の核心部に行きます。キャンプ1からベースまでテントを張って、気温が下がるのを待つことになりました。今は6度ぐらいもあるみたいで、朝の6時ぐらいが一番冷えるので、その頃を見計らってまっすぐ行けば良さそうなものをこのように蛇行しているのはクレパスがあるからです。これは今そこら辺にクレパスがあるんで、この長い棒を刺しながら、歩くところを決めているところです。まあ、わかんないですけど、そこら辺に地雷があるのを地雷探知機で、調べながら慎重に歩いているっていうところでしょうか。クレパスだらけだよ。見て、これでみんな膝の内を取ってます。いいよ、クレパスが至るところにあって気温も高く、クレパスが危険ということで、キャンプ1からちょっと下ったところで一旦3チーム、1、2、3チーム全部待機です。175m75 ちょっと刺す。昨日はクレパスの状態が悪く停滞1日。やばいです。クレパスが開きまくってます。全部ずっと結構遠い。これからクレパスが開きまくりだよ。ここもクレパスの上に氷がちょっと乗ってるだけ。ここもすごいすごい。ここもちょうどクレパス。棒を入れて、実はここも今真ん前もちょっと雪がかぶってるだけ。クレパスの上にでかいな。カーティスが踏み抜いたところがここです。今度はここでクリスが落ちてます。ほんと落とし穴みたいで分かんない。分かんないよ。やばい、太陽が出てきた。太陽が出てくるともっと雪がシャリシャリになっちゃう。
圧が落ちてますクレパスに。やった、安全地帯に着く。あそこがもうランドポイントのちょっと下です。あそこに行けば安全地帯だ。クレパスみんな落ちまくりです。あ、落ちるって言っても片足とか出たけどね。うちのチームは来た時はこんな感じな崖全然出てなかったのに、20日だって雪が溶けまくり。やった、もう着く。あそこだ、あそこ安全地帯。いやもうこれを機に神様に誓いました。もうやたらめったら切れないと、人や物事に対してそれを誓いましたね。今後は人生どんな時にも切れないようにそれを心に留めていきたいと思います。もう一つ着く。よかった、安全地帯到着です。あの飛行機だ、飛行機で帰れます。あれであとは町に帰れる。帰れる。やべえ、本当にクレパスはビビりましたね。帰れなくなるかと思った。飛行場に着いた。